お疲れちゃんです。ラットです。だけで今回もね、暮らしいろいろやっていくんですけど、今日はね、この三重種ね、使っていこうかなと思います。で、今ね、もうすごいね、三重種環境と言ってもいいぐらい、三重種のこう、まあ時代と言いますか、もうなんかね、ここ最近というか、まあちょっと前まで三重種がもう上にいること自体が珍しかったんですけども、今なんか三重種いるのが当たり前ぐらいね、結構いい環境なので、ちょっと紹介していければいいかなと思います。で、形もね、無限にあるんですよね。そう。無限にあるんですけど、まあ、僕が使いやすいというか、まあ、とりあえずね、この方が今勝率ちょっと高めなのでね、使っていこうかなと思います。で、ユーノの枠が正直何でもいいです。なんかユーノの枠が、こう、まあ、スケルトンの方もあったりだとか、なんかユーノがファイボの枠もあったりだとか、まあ、なんかそんな感じで、ここのユーノは結構こう、なんか自分の好みに合ったと言いますか、まあこう、状況に合わせた感じでいじれるんでね、まあ、そこは皆さん、こう、お好きにね、やっちゃってもいいかなと思います。まあ、言うの持ってないとかね、あったら、もうね、ファイボだったり、好きだったり、まあなんかもう、適当にやっちゃってくださいというわけで、今回は、ちょっと今ね、出だしめっちゃいいんですけど、こう、三重種大事なのは、こう両サイドに振るっていうのがね、やっぱこう、すごい重要になってくるんで、今みたいに、こう、バルキリー来たら、同サイドにとりあえず合わせるっていうよりも、今みたいに逆サイドにユニット出して、逆サイドにユニット出させて、こう、実は2体出てるんですよね、ユニットが。それを三重種で回収して、みたいな。まあ、こんな感じでいくと、簡単にね、これ、みたいな。こんな簡単に折れるみたいな感じなんですけど、ほんで、両サイドに、こう、相手にユニットを出させて、三重種で回収して、みたいなことするだけで、結構簡単にね、タワー落とせますね。というわけで、とか、これ、ボンバーあったっすね。ちょっと、ホグが痛いのと、ボンバーとバルキリーがちょっと痛いですが、まあ、ですが、まあまあまあ。と言ったところでやっていくんですけど、相手のスペルが分かんないですね。言うの俺か。バルキリーを、よいしょ。バルキリーとロイホグ、ボンバー、ロケホ、スペルがよく分かんないですね。で、これはなんだろうね。分かんないけど、まあ、来てバルキリーとかかな。ヒースピー、回ってないかな。あ、ナイトありましたね。ヒースピーで、ええ感じに回復して、多分これね、バルキリーが間に合わないですね。さあ、ヒースピ2ですね。なんか、とりあえず付け足すだけで、こう、なんかコウモリとか来ても処理できたりだとか、まあ、ガゴムリとかもね、なんか意外とヒースピのおかげで突破できたりとかもあるんで、なんかこういうデッキってこう、まあ、コウモリとかすごいきつい感があるんですけど、三角とかね、全部ヒースピがね、カバーしてくれます。ヒースピのおかげかな。三重種もここまですごい頑張れてるのはと思いますね。ロイホグとかも。すべてヒースピ1枚でめっちゃ活躍できてますね。と言ったところで、これはちょっと痛いですが、ここは確実に抑えていきます。言うの走らない。で、ここ真ん中ロイフグやって、右ヒースピからの、左の言うのもちょっとね、ダメージ狙ってますね、僕は。左の言うの狙いつつなんですけど、カウンターがちょっと怖いですね。まあ怖いですが、これもちょっと当てて、逆サイホグですかね。逆サイホグを、ホグロイフグですね。ホグロイ、今気づいたんですけど。ホグロイフグで、多分守れそうですね。うん。でもこれは耐えれる。やっぱ言うのが走んね。ハンター優秀。いやー、ピピピナイス。来た、勝ちましたね。危ねー。ちょっと危ないですが。範囲攻撃、バルキリーとかボンバー系はちょっとロイフグからきついですが、こう言うのとゴーストがね、こう、まあ、何が優秀かって、3コストで、こう無視すると結構痛いんですよね。そう、なので、絶対こうユニット引き出させるんですよ。なので、とりあえずユーノを出して、とりあえずゴーストを出して、みたいな感じで、相手にユニット引き出させて、それを三重種で回収して、そしたら、まあ、ロイフグつけて、みたいな感じで、こうなん、3コスなのに、相手のユニットを絶対っていうぐらい引き出せるっていうのが強みですね。これ、端前でもよかったな。スケにこう、ピピピで飛んで、みたいな。アイスイズスケ、あ、クロスですね。クロスは、ちょっと厄介ですが、戦えますね。ウッドが来るか、何が来るかちょっとわかんない。ウッド咲いたのでヒースピ出して、ここでハンター延命しつつ、OK。さあ、クロスはね、勝てないことはないと思うんですけど、ここはちょっとユーノピピピ使いたいですね。あー、ハンター、あー、OK。ウッド使ったので、トルネか?トルネで耐えて、もう一枚?そうですね、いい棒ですね。あー、これ5コストライフしてよかったな、多分。テスラのコストがギリだったんですよ。遅れて出して、多分。ギリでちょっと内側になってダメージ入ったと思うんですよね。まあ、ミスったっすね。ロイク飛ばしてよかった感がありますね。まあ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 。で、トルネ咲いたので三重種出していきたいですが、とりあえずね、後ろから出しつつ、いや、めっちゃ取ってますね。これで今4コス
4点ちょっとぐらいアド取ってましたね今で。僕としてはナイトを一旦引き出させてかな。ここに多分ナイトが来るので、あーナイト来ない、突破しようとしたんですけど、ユーノのね突進で、うへーちょっとやばいですね。まあクロス来てもロイフ飛ばしたら多分壊せると思うので、さあトルネ使ったタイミングで 3C やっぱタイミングしたいですね。さっきみたいなちょっと暇なので後ろハンター出して待ちますね、一旦待ちますね。で後半入るたびにはちょっときつくなるかな、どうだろう、わかんないですけど、あとりあえず攻めていきましょうかね、そろそろ。でこれをトルネでキング起動して、三重心にトルネ使わせないようにして、まあロケなら撃たれるんですけど、まあロケだけならいいかなって感じですね。どっちかが生きるんで、こっからがまあ僕のターンかなと言ったところですが、ウッドは来ない、スケが来る、あースケ来るな、たら転がしてよかったな。さあさあさあ、相手も形を作りたそうにこちらを見ていますね。さあ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 、戦いましょう、端前戦います、端前戦うんですけど、これ負けるとちょっとやばいですね、ちょっとやばいが、ちょっとやばいが耐えます、あぶねえ、あーですね。まあでもタルーが優秀で、左側2100までいってるのちょっとでかいですね。まあ、あとはここで一回飛ばしますか、一回飛ばしてテスラ高めいうの飛んで、ナイスいいねからの出します、てちち、三重子が動くの早くなりましたね、前より。うわーロケか、ロケ嫌ですね、ロケ嫌なのでこっちに咲かして、ロケ来るかなこれ、来ましたね。ロケ削りされないならば別にいいまではありますね。いや勝てるかなこれ、勝ちたいですね。全然トラ上げしてなくて号泣とかなんでね、あの相手も上手いですけど、僕としてはすんなりちょっと勝っていきたい相手ではありますね。もうこれゴリゴリですよね、陸行きが多分きつい、きつい説が、いやーやばい、ロケ削りされるよー。でもロケ削り相手は最後の一発ぐらいしかできないと思うんですよね基本。うわー撃たれるな、撃たれる、撃たれるよー。これロケ来たらちょっと萎える、来ないで、オッケー来ない、これロケ来ない、ウッドからスケが来ない、あーウッド、いいウッドだ、待たれたな、でロケかな、ちょっとやばいですね。ですが一回後ろから待って、相手もクロス刺してくんのかなこれ、うえい、でアイゴレ低めとかだと多分あのあれされちゃいますね。ちょっと高めにしてトルネでね結果壊されるんでね、さあ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 、相手もねこれちょっとむずいですからね、三重子とかロイフグとかゴーストとかいろいろね、こう透明でユニットが多いんでね、これユニット系が相手結構きついと思いますね。適当にヒースピ転がして、ウッドか。やべえ、これワンチャン負けそうだな。ワンチャン負けそうだけど、多分絶対きついんですね。絶対きついですね、これ。右も左もドクショー。さあ、来た。なんで勝ったかわかんないんですけど、本当に。適当に、適当にって言ったらね、YouTuber 一番良くないんですよ、マジで。本当にクララ YouTuber 多分ね、適当にってことをよく使うんですけど、特に僕とかね、良くないですね。本当に。ですけど、まあ、適当に両サイドこう、出すと多分ユニットの物量で多分ねきついんですよね。あのアイスイズナイトテスラだと火力自体が別にそんなないんですよね。なのでこう U のゴーストロイフグみたいな感じでこう量がめっちゃいると火力的な部分がちょっと間に合わないみたいな、めちゃくちゃ効率いい防衛をしないと相手もねなかなかまあ守れないっていうので最後ね、まあ、勝てましたね。まあ大切なのはロケットで美味しく処理されないことですかね。そうなんで基本的にこうロケット撃たれそうなタワー裏とかにゴーストとかも割いてないですし、ハンターとかも基本的に逆サイド展開からので、アイゴレも低めすぎたりとか同じとこばっかり出してると毎回ね、毎回ねというかこう読み取るねみたいなことされるので、アイゴレの位置を毎回ねこう気にしながらね出していかないと持っていかれるかなと思います。で、まあ、こんな感じで基本的に両サイドユニットを出して様子見ますね。この三重子デッキのいいところは、ユニットがちょっと多いので、なんか待てるんですよね。そう。相手のユニットを待てるというか、無理に三重子出さなくてもカード回せるので、
これで回しつつ、相手にユニットを咲かせますね、基本的に。U のゴーストを基本的に、逆サイドにね、どんどん出していきます。ペッカ来ちゃったよね。ペッカ来ちゃったよね。ペッカ来ちゃったけど、これ多分ね、相手スケラなんですよね。やばい、やばい、オープンねー。OK。で、これ回復してあげて、ペッカスケラだと思いますね。君は、おい、あ。さあ、まあ、五分五分ですね。まあ、もしかしたらポイズン、もしかしたらフリーズ。まあ、どっちかっすね。両方は入ってないと思うんですけど、どっちかが入ってて、ペッカオーブンとかなので、陸受け自体は絶対きついと思うんですよね。さあ、ゴースト展開して、壊しに行きつつ、なんか硬いのが一枚いたよね。エレキか。さあ、ここはまあ、同彩でもいいかな。流れてくるんで。まあ、タルコロがしてもよかったんですけど。どっかで三種展開したいですね。で、もしかして相手がポイズンならば、後ろからハンターとか出しておけば、相手がね、勝手にこう、ポイズンとか打ってくれるんじゃないかっていうね、希望もあるんですけど、出してくれないかな。普通にペックかな。で、オーブンがあると、ロイフグもなかなか通んないんで、オーブン壊れてからね、僕としては戦いに行きたいですね、非常に。で、ここ一回逆サイド行って、オッケー。ここはちょっと三重子で溶かしちゃおうかな。で、あ、ポイズンでしたね、やっぱり。やっぱりというか、何のやっぱりでもないんですけど、ポイズンかフリーズで、そっちだったよと。で、ファイスピー、さあ問題ここですね。オーブンあるので、一回飛ばさずに行きたいですね。はい。まあでも、こっちの左サイドライフだったら2体ぐらいしか飛ばない説があるんですが、僕ん家に今日なんか勝手に家来た人がいるんですけど、勝手にじゃないけどね。そう、ヤキちゃんがね、泊まりに来たんすよね。いらっしゃい。最高最高最高、俺の動画。壊さないで。そう、焼き鳥が泊まりに来てるんですよね。で、僕の家の風呂を使って荒らしてきたわ。最悪、いっぱい落ちてんでしょ。危ない危ない危ない。さあ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 、どんどん行きましょう。ちょっと流れ来てますね。相手がめちゃくちゃ攻めてきたんで、これ攻めて、で、ここの家の多分ペッカ届かないと思うんだけど、めちゃくちゃいいタルババ、めちゃくちゃいいタルババされる。さあ、ワンチャン負けそうなんだよな。ワンチャン負けそうではありますが、多分勝てます。本当に根拠はないですが、本当に勝てますね。で、問題はアド取ってるんですけど、オーブンがあることによって僕のロイフがマジで通んないんですよね。なので一回ここでさ、どっちにポイズン打ちますかですよね。めっちゃきつそうなのと当たっとるやん。そう、ダックプリもちょっと厄介ですね。で、ペッカがおでどうせ受けてくるんで、これセパりたいですね。セパって2体のこれマスケが生きるんで、これヒースピで、あはやばいやばいやばい、待って。あ、なんかラッキーラッキー。これいけるぞ。こっちだぞ、こっちいけるぞ。で、エレキが来ます。エレキがズシャン来ます。で、ピピピランド。ピピ？あは、エレキなんで来ない？お前、俺の予想おかしい。あ、来た。遅い。やばいやばい。やばいやばい。待って、やばい。ほんとにやばい。やばいよ、これマジやばい。ほんとにやばい。これポイズン打たれていいんで、ペッカを溶かす作戦ですね。オッケーオッケー。ペッカ溶かしたら、まあ、ポイズン打たれても仕事はしてくれるっていう感じですね。で、問題2300いって、やべえよ、ちょっと待って。これさて、やばいですね。キースピして、オーブン。オッケー、ゴースト回復、ゴースト、お前いいよ、頑張れ、飛べ。やべえな、負けそうだな、こそ。まあ、時間はまだある。で、ポイズン？いや、あるぞ、これ。あ、待って、ミスった、オーブン、間に合う。あるぞ、来た、ペッカ来た。ロイフ越し、オーブン間に合わねえ、来た。ユナ走る、タルババ咲いた、来た、これもチンパン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 。それは熱い。熱い、激熱、来たー。おぶねー。ちょっとやるな。うまいでしょ。ちょっとだけね。ウィー、積んでる。よし、というわけで、何戦したら、多分3戦したっすね。3戦しましたね。さあ、てなわけで終わります。この僕動画撮ってる後に多分焼き鳥とミレティブするんでね、多分この動画が上がってる、まあ、前日なんですけど、僕が焼き鳥のミレティブのアーカイブとかにね、まあ、なんか雑談してるのとか多分残ってるんで、ね、よかったらねその辺も見てみてください。というわけで終わります。最後に、じゃあ面白いことどうぞ。お疲れちゃんです。お疲れちゃんでした。またね。